どうも影ンです今日はですね、えー、気持ちを固定させないということについてお話しさせていただきたいと思います。まああのー、こうね、えー、こう世の中というかいろんなね可能性がこういろいろあると。で基本的には無限の可能性があるというふうに、えー、思った方がいいと思うんですけどもその。 無限の可能性を広げるためにはですねその気持ちであるとか考え方いいいと思いますそのいいと思いますというか固定させるとですねあの考え方なりその気持ちなどを固定させてしまうだから条件反射でこうしてしまうということでね例えばあの人はこういう人やというふうに思ってしまうことであったりとかあれはこうするべきやとか。 ここれはうういいいいにななならないといけないとけか、ね、そういうね「べきだ」とか「いけない」とかねそういうふうに「こうだ」とかいうふうにこう決めつけてしまうっていうことがですねあの可能性を狭めてしまうんですね。 で可能性を狭めてしまうことによってこう、えー、自分の見る視野というか世界がもう狭くなっちゃうんですねでそれ以上可能性が広が広らないんですよねだからその可能性を広げるためにはですね、えー、無限の可能性まで広げるためには柔軟な姿勢柔軟な考え方、えー、そういう柔軟な気持ちを持つことが必要になってくるというふうに思います。でその 固定させないため、ね、その気持ちなど考え方を固定させないためには、えー、自分で気づくことですね、えー、こう一つの見方をしてたところを気づくんですよねあれこれ俺一つの見方してないかとか固定してないかとそういうふうに気づいてあちょっと可能性を ちょっと広げてみるとというかちょっと考え方を柔軟に持とうっていうふうにこう意識するとですねそれが変わってくるように思うんですね。でだからそのいや嫌な人がいてあの人はこういう人やから嫌やって言ってそれをこう好きにさせる必要はないですよ別にその嫌いな人は嫌いな人でいいんですけどもそのんちかその決めつけをすることによってですね本当は違う可能性があるのにですねあのその可能性を えー、潰してしまうというのはもったいないなというふうに思うんですね。僕ももちろんその固定してしまうところもあるんですけどもなるべくこう柔軟にこう持つようにしたりとかねで自分を内観することによってですねいろんな可能性に気づけたりしますね。で、えー、やっぱりそのこのね宇宙というかこの世界っていうのはやっぱり無限の可能性があるように思いますね。うん、無限の可能性があるように 感じますでそれは自分のその考え方あり方次第やと思うんでそのそれをね、えー、プラスというかその積極的な気持ちを持っていってですね、えー、向かっていくと。 いうこととです、ね、その固定観念ですね固定観念である思い込みそういうことをこうなくしていくなるべく減らしていくそのね固定観念とかその思い込みっていうのはね自分が長年とこう培ってきたいうかその年月で出来上がってるもんなんでそれを壊すのはなかなか難しいんですけども自分でこう気づくようにすることであって。 たりとかですね、えー、やっぱりいろんな行動を起こすというか、えー、そういうことが自分のこう体験してない経験をするとかですねそういうこともそうですしなんかこう思い切ってチャレンジしてみるとかそういうことをすることによってその可能性のあれがあのー、その可能性の範囲が広がる状態になると思うんですよね。でだから その固定観念を崩すのは難しいんですけどもいろんなことを取り入れることによって崩れていくようにしていくとそれは意図的に持っていってもいいし気づくことですねやっぱりそのまま放っておくとそれは何も考えず流されるままに、えー、考えてしまうんでそうなるとその固定観念であったりとかですね、えー、思い込みっていうのはなかなか崩せないんですけどね、うん、まあそういうことでうんあのー。 そうですね、考え方というかそういうのを固定させないということですね気持ちを固定させないということですねそのことについてお伝えさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます